アルティウス王作品23はエルネストショーソンが1886年から1895年にかけて作曲した三幕六場による叙情的悲劇。フランス語の台本はショーソン自身によって書かれた。1885年撮影のショーソンこの作品は典型的なワーグナーの影響下にある作品と長らく考えられてきた。近年はそういった。 規制概念を次のような点を強調することで、見直す傾向が顕著になってきている。つまり、ベルリオーズの音楽処方に劣らず、重要であるような部分を持つ優れたオペラだということである。具体的には第1幕と第3幕でのゼニエーブルの死の場面と終幕の部分のように重要な部分が例示できる。これらは浄化された心の平静さやメランコリックな郷愁。 数高差を伴った、高揚感、理想主義的な寛容といった、ショーソンの美学にも裏打ちされている。ショーソンは、ジェニエーブルがランスロットと共に、アーサー・王の愛を裏切ったことに気がついた王が、運命を放棄するという台本を、三文と陰文を巧みに取り入れて書いた。この作品の主題は慎重かつ個性的に、扱われており、トリスタンとの比較は、必ずしも適切ではない。 チャールズ・イー・バトラーによるアーサー・王初演は長らくの遅延の後、作曲家の死の4年後の1903年11月30日にブルッセルのモネ劇場にて行われた。情景の制作、演出はアルベル・デュ・ボスクが担当した。衣装デザインは作曲家の儀形帝であるル・ロール・アンリュの工房にて、象徴派の画家フェルナン・クノップフが担当し、 ショーソン未亡人の監修の下で行われた。初演以来フランスで行われた最初の上演は1916年11月30日に第三幕のみの不完全な形で実現された。1946年6月24日、ショーソンの没後50周年記念演奏会で、ウジェーヌビ号はフランスで初の全曲の演奏に成功した。1996年には、 ドルトムントとブレゲンツで上演された。1997年にはモンペリエとケルンで2003年に世界初演100周年を記念してモネ劇場で上演された。2014年はストラスブールラン国立歌劇場で上演された。さらに演出家グラハムビックによる新しいプロダクションが2015年5月6月にパリオペラ座にて四季がフィリップ・ジョルダン。 歌手は、トーマス・ハンプソン、ソフィー・コッシュ、ロベルト・アラーニャ他の人形にて上演された。アルティス王を演じるアンリアル・ベール・ランスロットを演じた、シャルル・ダルモレス・レイ・ハイドーでの、ランスロット・ヘンリー・ジャスティス・フォードによる、ジェニー・エーブル合唱騎士たち、従者たち、銀遊詩人たち、ジェニー・エーブルの付き人の女性たちランスロットとジェニー・エーブル、アーサー・ラングによるイラスト全幕で、 約2時間45分。ありがとうございます。